部品取りとは、故障、破損、事故などにより、機能不全となって、価値を失った、あるいは用途がなく使用されずに留置されている、工業製品を他の個体のための部品の供給源として保管しておくこと、またはその状態となった個体のことである。自動車、鉄道車両、航空機をはじめ、組み立てを伴う、工業製品全般で、主に古いため保守部品が乏しい場合や、 財政上の事情が良くない場合に用いられる。逆に言えば、保守部品と資金が潤沢に存在するような状況では、部品取りとせずに解体されることが多い。対象とするものが車両である場合、部品取り車、機関車や航空機などの場合は部品取り機という。自動車では、廃車となり、ナンバープレートを外され、解体業者で積み上げられる直前の状態である行動を、 走行不能となったものを指す。バスやタクシーの車両にもそのような例は存在する。2005年4月1日に施行された自動車リサイクル法により廃車時の処理費用がユーザー負担となった背景にはディーラーと解体業者の間に国が割り入って管理している形が挙げられる。ボンネットや足回りは OEM や兄弟車、機能部品になるとプラットフォームの共有化で 他社種でも転用できる可能性があるため多くの修理工場が部品のコストを安く済ませようとする場合あるいは新品部品がない場合はこの部品取り車から流用する場合が多いユーザーがその車によほどの愛着がない限りは廃車となってしまうことが多い現在において外装部品、機能部品は円数の手により早めになくなってしまう その部品がすべて剥ぎ取られた状態が解体済みのドンラとして解体業者の敷地に積み上げられる。ちなみに特定の車種を多く用する場合だと対応年数やダメージなどの関係で本来なら廃車にされる車両を部品取りとして保有している場合もある。その一例として陸上自衛隊においても73式小型トラックを二個一目的で廃車にしている。これは 理由としては、一般の旧車とほとんど同じで、市販型三菱、し、ジープの生産終了により起こりうる、メンテナンスパーツの枯渇に備えるためである。中には、新車では対応できない分野もあるという事情もあり、部品取りの確保を目的として、対応年数が規定に達した車両は、走行可能な状態であっても、廃車としているのである。警察が保有するパトロール化においても、 既存資産の有効活用と部外会社による悪用の防止を目的に走行不能となった個体は部品取り者として倉庫内で厳重に保管され使用可能な部品がなくなり次第解体処理が行われるまたカスタムカーの世界においてはエンジンスワップなど何か一部分をこっそり移植しようと考えた場合に部品取りが丸ごと用意される場合もあるその理由にはが挙げられる 部品取り用車両の例ある鉄道事業者で廃車となった鉄道車両を別の鉄道事業者が中古車として購入する場合、申請時から相当年数経っていることが多く、技術革新により使用されている部品がすでに生産終了済みであり、故障してもその手当てをする部品が入手困難になっていることがある。そのため、同系列の車両を部品取り用として同時に購入することがある。 特に譲渡車に言えるが、制御装置、手電動機などの部品は、単体として置くより、車両ごと置いた方が効率よく、また譲り受け時に一緒に入ってくるため輸送コストも圧縮できる。また車体を倉庫代わりにできるなどのメリットもある。また、歴史的な車両を動体保存する場合において、対象車両が複数ある場合、その中の一部を活かすために、 他の車両を部品取りようとして廃車する場合もある。特に蒸気機関車の場合に顕著であるが、胴体保存車が故障した場合、他の生体保存車の部品を修理用として調達することがある。厳密な意味での部品取りとはやや性格は異なるが、こうした生体保存車を生産の途絶した部品の供給源とした事例は少なくない。胴体保存車ではない場合も廃車が進行している。 時期には営業中の車両で故障した部品を廃車となった車両から供給することもあり、中には JR 東日本6波 2E10-3013 のように一部が大破した構え体を廃車になった車両から切り取って接合し、修復した事例もある。部品取り車は整備を受けず、主要な部品をどんどん剥ぎ取られていくことから、最終的にはスクラップとなるものが大半である。 ただし特殊な例として、東急7200系電車は30両が豊橋鉄道へ譲渡され、うち27両が豊橋鉄道1800系電車となり、残る3両は部品取り車となったが、運用開始後に2両が車庫内での火災で再起不能となって廃車されたため、部品取り車のうち2両を整備して復旧した事例がある。2008年にはさらに残り1両の部品取り車も整備され、 現役復帰した。また、部品のストックがない場合、運用中の車両を車庫に留置し、その車両から部品を取り外して、他の車両に移設するという、俗に、共食い整備と呼ばれる方法がある。無論危険な整備方法であるために禁止されていることが多いが、開発途上国の鉄道においては、日常的に行われていたり、高速鉄道であっても韓国高速鉄道では、 日常的に行われていることが確認されている。日本でも2010年に JR 西日本で緊急列車停止装置を打った車両から流用後装置を外された車両が連絡ミスでそのまま運行されてしまった事例がある。不完全な航空機が並ぶもはやべ空港航空機は中古機を保管、再整備して転売するだけでなく対応年数が近かったり破損した事故機であっても 部品取りとして価値が残るため、胴体や翼などの主要構造物、操縦紙やアビオニクスなど、構成部品単位での売買が行われている。保管には広く乾燥した土地が必要であるため、民間機は、モハーベ空港やチューペロ地域空港、軍用機は、デビスモン山ン空軍基地など砂漠地帯の飛行場周辺に設けられた場所に隙間をめばりした状態で仮置きされ、 売却が決まった箇所が適時取り出される。これらの場所は飛行機の墓場と呼ばれる。コンコルドの2号機、14号機が部品取りにされたほか、ドバイ日航機ハイジャック事件で爆破された日本航空 JA8109 ボーイング747の尾翼が KLM オランダ航空 BH バフに装着された。アンマイナス -225 はウクライナの工場の一角に放置されている間。 アンマイナス124とアンマイナス70の補修用、部品取りとして次々と主要部品を失った。モハーベ空港には、ギムリーグライダーで有名なシーダウンなど、部品取りとして売却された機体が保管されている。また、国立科学博物館に保存されている例式、環状戦闘機21型は、ラバウル交渉に残された複数の残骸から、製作されている。 軍用機の整備でも共食い整備はしばしば行われており、実際の数より稼働数が落ちてしまう。なお自衛隊においても海マイナス4戦闘機や東日本大震災の影響で水没した海マイナス2戦闘機の廃機体などが、老朽化、生産終了による部品在庫数減少のため部品取りとして使用されている。特に海マイナス戦闘機は老朽化が甚だしいことや、 部品によっては製造が終了あるいは製造に数ヶ月単位の時間がかかるものもあるため、とも食いせざるを得ない状況となっていた。かつては C-46 輸送機の維持のために1959年に中華民国空軍から同系の中古機を部品取りようとして12機購入したこともあった。この時に購入した中古機は状態が思いのほか良好であったため、 部品取りとはならずにそのまま輸送機として使用されている。アメリカ空軍によるオペレーションベビーリフトでは、共食い整備で部品を取られていた機体による墜落事故が発生しており、管理ミスによる事故も多発している。冷戦時代、旧東側諸国及び中近東諸国では、旧ソ連製の軍用機が大量供与されていた。これは導入当初から部品取りを想定したものであり、 実際に一戦で配備されている機体は全体の半分から3分の2程度であることが多かった。パーソナルコンピュータの場合にも部品取りが行われることがある。この場合は車両などの場合と異なり部品が潤沢にある場合でも行われることが多い。主に自作パソコンを製作するときやパソコンを修理するときに新品を購入すると高価になるものを 安価にするために行われることがほとんどである。パソコンの場合は、ジャンク品と呼ばれる、主に部品取りを目的とした、動作保証のない配品のパソコンを安価に取り扱っている店舗も多数存在し、あらかじめ店舗の方で見た目の破損がないパーツなどを抜き取った状態でそれぞれが単品販売されることもある。基本的に現在のパソコンは、ATX の規格で作られているものが多く、 そういった機種では元となるパソコン自体やパーツのメーカーが全く異なっていたりパーツそのものがどこのメーカーのどんなパソコンで使われていたかなどの出所がわからないものであっても相互に使い回すことができるため部品取りが容易であると言える。ワープロやメールなどにしか使わず最新のスペックが必要とは言えないパソコンに関しては 新品を購入せずに故障品やジャンク品から良品部品を寄せ集めて製作すれば非常に安価に製作することも可能である。また例えばフロッピーディスクドライブなどは現在では枯れた技術であるため小モードを気にしないのであれば動作そのものは新品であろうと廃品から出た部品であろうと製品の性能にほとんど違いはないためこういったものが部品取りの対象にされ 再使用されることもある。その他、他の工業製品と同様に部品が潤沢にない場合にも部品取りは行われる。例えば PC-9800 シリーズや X68000 シリーズなど、現在新品が存在せず、独自規格の多い製品を延命利用する必要がある場合には、部品取りを行うことで修理を行わなくてはならないことが多い。 1999年から2006年まで販売された旧世代型 i b は2014年に販売元のソニーがサポートを打ち切ったため2018年現在はユーザーから提供される故障した機体から必要な部品を取り出し修理に供している部品を提供する機体は事前に合同葬儀を行い供養される KTX2006 年10月13日ノーカットニュース 水没いに戦闘機、復活は3分の1、修理費は1機あたり50億から60億円。MSN3K ニュース。オリジナルの2011年5月19日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/20110519234233/http://sankei.jpmsn.compoliticsnews11519plc11 兆519億130万 6n1htm6 回目となる旧型 アイボの葬儀は4月26日に110体以上の検体が届く2018年4月19日ロボスタマイナスロボット情報ウェブマガジンマイナス。ありがとうございます。